山梨県コ瀬スポーツ公園野球場。山梨県コ瀬スポーツ公園野球場。山梨県コ瀬スポーツ公園野球場は、山梨県甲府市の山梨県コ瀬スポーツ公園内にある野球場。単におで球場とも呼ばれる。施設は山梨県が所有し、山梨県体育協会が指定管理者として運営管理を行っている。 2013年に命名権、ネーミングライツの募集が行われ、地元マスメディアの山梨放送が取得。2014年3月より5年間、山日、ユーブス球場、3日は a b s 球場の故障を持ち、1986年に山梨県で開催される国民体育大会か、維持国体の公式野球競技施設について、当初は、 緑が丘球場を改修して使用する予定であったが、グラウンドが狭く、またスタンドの拡張が困難なことから断念。代わりにオゼスポーツ公園内に、陸上競技場や体育館などと共に建設された、全国高等学校野球選手権山梨大会の開会式及び決勝戦、全日本クラブ野球選手権、大会山梨県大会会場など県内の、 アマチュア野球のメイン球場として使用されている。2006年に改修が行われ、照明設備の設置やスコアボードの電光掲示板化フェンス等の図書化変更が行われた、工術。内野は、クレー舗装国土と白土の混合、外野は、天然芝、高来芝となっている。ホームベースからの距離は、両翼92メートル、中堅120メートル、 フェンス口は2.5メートルである。なお、フェンス色は単性色であったが2006年の改修により能力色に塗り替えられている。会場当時から逆台形のデザインのスコアボードを使用している。2005年まで使用されていたスコアボードは単性色であり手書きのパネル式であった。配置は上段がレフト側から見てこれまでの試合結果3類。 側チームの出場選手名、アナログ式時計、一類、側チームの出場選手名、審判団という配置であり、下段は12回まで表示できる得点表示を中央に、ライト側に、信号式のカウント表示が設置されていた。2006年の改修により3色 LED 式の電光掲示板に改修され、色も藍色に塗り替えられた。新しいスコアボードは、 出場選手名と得点表示、カウントを上下入れ替えてたほか、試合経過時間表示と打者のアベレージ、風向、風速測定、さらにスピード測定器を新たに設置した。メンバー表示部は22列となっており、DH 制での表示にも対応している。またメンバー、ランナー、審判団の各表示の部分は3色ではあるものの、フリーボードとして使用できるようになっている。なお、選手名の表示は、 最大4文字までであり、それより長い場合は省略される。例えば、レスウォーランドの場合、スコアボードには、ウォーラと表示されている。ボールカウントは2014年に国際基準のビソ表記に変更された。バックネット裏の赤色部分は、1席、1類側と3類側の青色部分は、ベンチ席、外野は、芝生席となっている。公式上の定員は、 内野が7955人、室内に設置されている新商社スペースを含む、外野が12000人となっている。なお、屋根は内外野含めて、一切ないため、交付時は注意が必要。2006年まで、照明設備が設置されていなかったために一没になると、それ以降の試合が継続不可能であった。これは、プロ野球を開催するにあたり、 最大の障害であっただけでなく、試合日程が過密でかつ、降雨の多い時期に開催される、高校野球選手権山梨大会においても、問題点の一つとなっていた。改修により、球場を周回する道路の外側に6機の照明塔を設置。内野側4機は1500リットル X、外野側2機は800リットル X とプロ野球のナイターを開催するのに、 十分な明るさを確保している。放送ブースはバックネット裏最上段にあり、NHK 甲府放送局や山梨放送、テレビ、山梨などが個別に実況できるようになっている。またベンチ隣と一塁側最上段と、スコアボードよりややレフト側にテレビカメラブースがあり、ここから試合状況などを映している。開業から2006年の改修までは上述の通り、 照明設備がなく、またスコアボードがパネル式であったことから、回収前は日本プロ野球 NPB の一軍の公式戦は行われなかった。また、オープン戦も1994年に日本ハムファイターズ、現北海道日本ハムファイターズの試合が行われたのみで、以降2003年までは実施されることはなかった。ただし年に数試合インスタンリーグの試合が、 開催されている。2004年以降は公式戦として横浜ベイスターズ、現、横浜 DNA ベイスターズ主催の公式戦と、読売ジャイアンツ、読売巨人軍主催のオープン戦が開催されている。なお、双方の公式サイトや、NPB でのスケジュールの表記は、おぜではなく、交付となっている。改修後の2007年6月11日にこの、 球場では初めて、山梨県内においても35年ぶりのプロ野球公式戦となる、横浜ベースターズ対西武ライオンズ、現、埼玉西武ライオンズが開催された。2008年は開催されなかったが、2009年から2012年まで、横浜 DNA 主催の公式戦が年1試合開催されている。余談ではあるが、これまで開催された試合はすべて横浜。 DNA が勝利してい。また、2009年には、横浜に所属していた、工藤君康は東急場で、プロ野球人生最後の勝利を挙げている。2013年以降は DNA が、地方開催を縮小した関係で開催されていない。地元、山梨出身である、堀内恒夫が監督を務めていた2004年と2005年に、巨人の主催で、オープン戦が開催されている。 オープン戦の開催は二度目であるが、セントラルリーグのチームの主催試合は、これが初めてであった。また、改修前に実施されたプロ野球の試合は上舌の、日本ハムを含め三試合のみである。堀内が退任した後はしばらく開催されなかったが、改修後の2011年3月19日に6年ぶりの巨人主催のオープン戦、芝ロッテマリーンズ戦が組まれていた。しかし、 開催直前の3月11日に東日本大震災が発生。当初は被災地復興支援チャリティーマッチとして開催し、収益金と募金は被災地に送られる予定だったが、その後東京電力による計画停電が発表され、それによる措置のため中止となった。巨人主催のオープン戦は翌年も組まれ、 2012年3月20日に対東京ヤクルトスワローズ戦が予定通り実施れている上述の通り前年は中止となったため7年ぶりの開催となる2013年以降は巨人主催のオープン戦が東急場における唯一のプロ野球戦となっているただし開催されない年もあるなお主催は読売新聞社と日本テレビであるが特別協賛は 日本テレビ系列の山梨放送ではなく、TBS 系列のテレビ山梨である。山梨県古瀬スポーツ公園交通アクセスを参照を楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。